チベーションの保ち方、なんだろうな、どうせ出ねえしって若い時は思ってた。15分ぐらいも別にできんだろうっていうふうに思ってたけど、多分どっかで失敗してんだろう、あんまり良くなかったんじゃない。それから常に使われた時に、なんだ、後悔させたい、これを選ばなかったからこいつスタメンで使っときゃなとか思わせたい気持ちになったかな。そこだけかな。その監督が人選ミスをしたっていう風に思わせたいっていう風に思わせた。まあ、交代で出た方が目立つって思ってた。交代で出て活躍すれば目立つって思ってたんですよ。半分とかしか出なくて点決めたら関係だっていう風にちょっと思ってた。そういう風に思うしかなかった。されて不適されるのがもったいない。不適されるときって絶対若いときは多分不適されたりすると思うけど、その時間はもったいないから、だからそういうふうに変えてるという人です。Thank you.